ジョー・バイデン米大統領の次男ハンター・バイデン氏がいとこと交わしたメッセージで、アジア人に対する蔑称、イエローという単語を用い、物議を醸している。16日、米紙ニューヨークポストなどによると、ハンター・バイデン氏は2019年1月26日、いとこのキャロライン・バイデン氏にアジア人女性をイエローとするメッセージを送ったことが報じられた。ハンター・バイデン氏のいとこのキャロライン・バイデン氏は、ハンター氏に自身の友人を紹介するとし、米国人と外国人のどちらがいいかと尋ねた後、アジア人は紹介しないと述べた。ハンター・バイデン氏は、米国に住んでいる外国人は大丈夫とし、イエローはダメと返答した。ハンター・バイデン氏の人種差別的発言は、今回が初めてではない。2019年1月に、弁護士のジョージ・メサイア氏とやり取りしたメッセージで、黒人に対する蔑称、ニガー、ニガー、を複数回使用した内容が、デイリーメールに報じられた。